増税権利主義者たちがですね、そうやって妨害するでしょうと、はい、でまあ、最後の最後はね、チャイナショックという自爆テロがあるんじゃないかということで、まあやってみたんですけど、チャイナショック、チャイナショック、今起こってますよね。チャイナショックってのはどういうことなんですか？まあ、簡単に言うと、地方政府が中心になって、不動産を使ったアグラ牧場をやってしまった感じですね。なんかそんな詐欺みたいなことを。そうですね、まあ、民主党ね、今回ねアベノミクスに対抗して、あれですよね、アグラノミクスっていうのでね、コンクリートから牛へっていうねこの間大喜利やったんですけど、その後ね結構ね秀逸なのがまた上がって、詐欺するの牛でしょみたいなうまいみたいな俺は紹介したいなと思ったんですけど、そんなのやったりして、でアグラノミクス的なもんですよ。あのね、和牛商法のね、仕組みを知るとチャイナが分かるんです。和牛オーナー商法ってのはどういうのかっていうと、牛をね、母牛を買いますと、で産んだ子供がね高く売れますの でその産んだ子供を配当で配りますと、ね、代金を配当金で配りますと、元本補助です。年率 13.3%、 カリスマ経済評論家海江田も大推薦みたいな、はいはい、訴えられてましたよね。6億円ぐらいね、和牛商法っていうのはその馬主みたいな感じじゃなくて、その和牛じゃなくて、産んだ子供についてやるんですか？子牛を売るっていう、かわいそうですね。で彼らがそうかわいそうなんですよ。ドナドナ的な牛くんカエルくんでパペットマペットそれで何が問題だったかというと、彼らが言ってるような配当をキープするためには、毎年ね母牛は1頭子供を産まなきゃいけないんですよ、ところが結構いい状態で飼育をしても平均的な受胎率は、60% なんですよ。へ、はい、受胎率6割ってことは、まあ、ほぼ半々ってことだから、2年に1回ぐらいしか子供生まれないのね、なのに毎年生まれるって前提で計算して配当決めちゃったんで、で集めと何も分かってないですね。そうですね、で集めた金で配当できなくなるじゃないですか。どうしようって思った時に、よっしゃまた集めちゃえって集めるわけですよ。あ、典型的なね。で後から集めた人のお金で最初の人の配当を払う、後から来た人の配当を払うの困っちゃいますよね、またさらにその次に募集してその配当で、自転車操業でぐる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 回してるうちに、なんと4500億ものですね豊田商事の2倍以上ですよ。豊田商事って2000億なんですか？2000億なんですよ。あの豊田商事って会長刺されて死んだやつでしょ？そうコミック雑誌なんかいらないって映画になりましたけど、本当ですか？はい、あの会長がテレビの目の前かなんかで、その債権者にぶっ刺されて死ぬんですよね。まあ債権者だな、債権者では分かんないですけど、そんな衝撃的な事件の倍ですか？テレビが止めなかったんですよ。そうですよね。でもこれって結局元本は保証される上にすごく配当が大きいわけじゃないですか。そうそう、 13.3% ってやつですか。それをなんでみんな信じたんですか？それはもう海江田万里さんのようなねカリスマ経済評論家がもうこれしかないと、ね、詐欺するの牛でしょって勧めたから、あ、詐欺するのとか言わなかったですね、牛でしょ、今でしょみたいな感じで勧めたんで、みんな買っちゃったんですよね。はい、まあ、多分その最初の段階の人は多分その約束通りに配当もらったんでしょうね。そうですね、自転車なんで。そんで最後の人がババッツァンだと、だからそれ分かってて最初にやった人もいるんでしょうね。まあそうでしょうね、実際にはね、なんかその無理やり配当出そうとして結構狭いところに牛ギチギチに入れたら大量死しちゃったりとか、いろいろそういうこともあったりとか、あとあの BSE が起こって子牛が思ったほど売れなかったりとか、いろいろそういうことがあってダメになっちゃった。牛ってそんなに繁殖しないんですよね、さっき言ってたね。でそのなんでチャイナがアグラ牧場状態になってるかというと、それを不動産でやっちゃったんです。あのインフラ開発をして、でそのインフラがね、もうニュータウンとかできて、ね、地下鉄できて、これでもう経済発展して、そのキャッシュフローで小利回りの配当をお返ししますってやったんですけど、ちっとも入ってこないし、キャッシュフロー上がらない、どうしようと。じゃあもう一回ちょっとローン組んで配当しとくかってローン組んで配当しとったんです。でまたそのローン組んだやつに金払わなきゃいけないです。短期でロールオーバーしなきゃいけないんで、でまた借りてきてっていうのをこう借り換え借り換えでぐる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 回してたら巨額の債務になっちゃったんですよね。どこの地方なんですか？もう 全地方というか、例えばウチモンゴルのオルドスみたいなところに巨大ニュータウンができて誰も住んでないっていうので話題になったじゃないですか。オルドスって言ったらどういうとこか僕は分かんないんですけど、オルドスも砂漠のど真ん中みたいなところ、そこにもうドバイみたいな感じのやつが出てるんですよすごいですね。しかもなんかもう何万人も住めるようなところで人口2人みたいな感じなんですよあの誰がシムシティで、あの、ね、全部いなくなったら人口2って出るっていう、そんな感じ似てます、ね、疫病が流行ってる、そう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 
そうなんです。そんなことやってたんですか。はい。で誰も買わなくて、ね、それをなんかまあその、あの値上がりを見越していろんな人がそこをまあ買ったり売ったり買ったり売ったりってことを繰り返してて、まあちょっとさながら土地投機の状態だ、うん、大泉学園的な、うん、あそうなったんですか。いやあの大泉学園は普通に住宅街でしょ。学校ができなかったじゃん。できるできるって。あそうです。学校ができないっていう。まあそうなんですか。ちょっとそういったやるやる詐欺的な感じで、うん、まああの全ね、あのチャイナのいろんな都市でそういう無茶なインフラ開発が行われ、うん、でそのインフラ開発に対して地方政府が土地の使用権を厳密出資したりとか、うん、それからその債務保証してたりとかするんですよね。でそれがもうあのいくら言っても止まらないと。本当だったらそういうのっていうのはその無茶なねその融資をしちゃいかんとか銀行のバランスシートとかチェックしてこれオフバランスしてるのこれダメだから入れなきゃダメだとか言って営業停止したりとかねこの案件ダメとか言って強制的に潰したりとかそれ規制と監督業務によってそういうのは取り締まるべきものなんですよ。日本チェック機能がない。そうですね、まあ、あの国にチェック機能なんてあるわけないじゃないですか、うんはい、だって、まあね、あったら GDP の数字とかまともに出るはず、あの僕ちょっと素人意見であれなんですけど、はいまあ、ちょっと前なんて特にそうですけど、まあ、中国経済すごいすごいとか言うじゃないですか、はい、でも中国の株価を見るとすごい今低落してるじゃないですか、はい、そうですね。あれ なんでなんですか。上海総合指数のピークは6000ポイントだったんですよ、うん、それが2008年だったんですね、はい、でその後リーマンショックが起こってガクンと下がってもうほぼもう長期低迷、はい、そうですよね。今は1950とかじゃあ3分の1以下、ね、1950から2000の間ぐらい。あのなんで それなのに、はい、そんなに低落してるのに経済成長率が年に 7% もあるんですかね。いやそれはもう鉛筆なめなめ誰か嘘なんですか。俺が 7% ったら 7% だ、ね、あじゃあもっと当然低いわけですよ ね。実際にはもっと低いんじゃないかっていうことを言う人もいます、ね、うん大体あの今ほらあの経済 の、ね、あの最高責任者は李克強自身が昔、中国の GDP 統計は当てにならんと、うん、わしが見てるのは鉄道の貨物輸送と、はい電力消費これだけは嘘つけないからここ見てるって言っててでその2つを見る限りこれは産経の田村秀夫さん書いてますけどもうものすごいガクン下がってる。じゃあもそれ2008年から下がってる。2008年からもうずっと長期低落傾向でここに来てさらに下がっているって感じですね。あれじゃあマイナス成長の可能性ある。可能性はまあ分かんないですけど、ね、実際にはだから 2% ぐらいしか成長してないんじゃないかっていう噂。 2% やっぱ習近平になってから、はい、いやまあその前からずっとそんな感じです。だから胡錦涛の時にリーマンショックを起こって、うん、でそのリーマンショックのまあショックをなんとか吸収するために、うんまあ、いわゆる財政政策ね、うん、内需拡大策を取ったわけですよ、でその時にそのまあ確か4兆元かな4兆元 の、 まあその景気対策を打つんですけど半分ぐらい地方政府に押し付けたんですよ。ところが地方政府は財源がないので、うんまあ、そういうインチキなことやって債務保証だ の、ね、その融資プラットフォームって融資平台って言うんですけど、まあ、そういうのを作って、で誰も住まないニュータウンをバンバン作って、ね、鬼の城と書いて鬼城という村らしいんですけどラクーンシティみたいなやつバイオハザードねラクーンシティみたいな。なるほどなるほど。そういう状態になってます。あそうですか、はい、映画のロケには良さそうですけどね。そうですね、うん、であの宮崎雅弘先生なんかに言わせると、うん、もうなんかすでに弾けてんだと、うん、これから弾けてることを確認するだけだと、うんね、ここに来て習近平がなんか緊縮っぽい感じ そうですその軍人さんにお金を使わせないように、はい、贅沢禁止令ねそう、はい、出したりしてそれも影響します、はい、それはねまさにねあの今言った規制と監督の問題がうまくいかないので、うん、でもそれでもほっとくとアグラ牧場の被害がもう拡大して、最後もう大変なことになるじゃないですか。反乱起こるかもしれないですよね。本当ですよね。ネズミ講で潰れたアルバニアって国ありましたけど、ありましたね、アルバニア笑えなくなっちゃうんで、なんでそうアグラ辞めさせるために、まあ、その規制と監督じゃどうしようもないので、もうミルク補給止めちゃったんですよ。燃料補給を止めるってことで、資本移動規制っていうのをガチって聞いたんですよ、まあ、これね考えてみるともともと資本移動規制やってるはずなんですよ建前上、ところがザルだったんですよ。輸出に見せかけて架空取引やって、物は全然出てないのに資本だけ入ってきてたの、香港とかから。でそれが小売周り の、 その理財商品ってやつにバンバン入って、あのもう年利 8% とか 9% とかね 10% とかで、ごく短期の資金なんですよ。3ヶ月とかでもほとんど爆死みたいになったよね。でそれバンバン入ってたのを資本移動規制をガーンとやって、もう架空取引ばかりならんということで止めたら、そしたらお金が入ってこなくなって、でお金足んないんでみんなお金借りたいでしょ、で金利が上がっちゃって、で短期金利が 13% みたいな、闇金牛島君みたいな怖いですね、闇金牛島くんね。そうなんです、そうなんです、まあ、都市ですからね、牛島くんはね、都市よりは低いけどね、じゃあその中国にすり寄ってる韓国は共倒れじゃないですか最悪のタイミングで行ったなと思うんですけどね、だら彼らはだからその、
何ていうんですか、銭勘定とか、うん、そういうことじゃなくてね、現実を見てなくて、なんかイデオロギーとか彼らの中の秩序ですよね、会秩序って言うんですけど、うん、中華と異的ね、そうですね、まあ、小中華だから韓国、うんうん、その会秩序みたいなものとか、その時代主義とかね、うん、自分がないんですよ。だから韓国の人本当自分を持ってほしいなと思うんですよね、うん、今なんか昔のこうなんですか、パククネさんが2番目に行くところはアメリカの次に日本だったわけですけど、それは中国に変更してですね、はい、昔の朝貢というか中国中世に戻ってるなって僕は思うんですよね。そうそう、まさに、ね、日清戦争前 の、うん、あのまあ、李氏朝鮮の末期みたいな状態になってますね、うん、はい、なんか共倒れって聞いてなんか内心ニヤッとした自分が、いやでも韓国の一般の人々の中でもまずいなって思ってるんですけど、あの国はそうやって言うと袋叩きに合う文化でしょ、日本以上に。そうですね、売国奴だとか言って、まあ親日って言った日には殺されますからね、殺されちゃうようなとこでしょ。だからそういうことがこう自由に言えるような国にならない限りは、まあ、ダメですよね。まともに経済も回らないってことですね、はい、まあ、チャイナなんて法輪功って言ったら殺されちゃうんですからねまあ殺されるっていうか、そのまま連れてかれて、で、お前死刑なとか言って、こうビーとか言って、あ失敗したとか言って病院連れてかれて腹切られちゃってこう取られちゃうわけです。そうですよね、死刑のふりして、ね、死刑のふりして、あ、臓器売買されちゃう。うわ、あのでもこのチャイナショックって、まあ、はい、要するに中国 の、 その経済が瓦解するって話だと思うんですけど、はい、僕なんて小心者なんでね、はい、こう中国の経済がそんなことになったらね、日本にも影響あるんじゃないかって思っちゃうんですよ。まあ、これがね、あのさっき言った資本取引規制っていうのをやってるので、資本取引規制をやる限りは実はあんまり影響はないかもしれないっていう考え方もあります、これはあのアジア通貨危機の時にマハティールがやったんですよね、はいはい、マハティールとか呼び捨てしますけど別に友達だマハティールさんがやったんですけど、はい、あのアジア通貨危機の時には、ヘッジファンドは固定相場が維持できないだろうということを見越して、バンバンアジア通貨売ったわけですよ、うん、で最初は外貨準備を使って通貨防衛をしてたんですけど、玉切れそうになってマーティーが困ったとどうしようって思った時に、彼経済自分でよく分かってないって知ってたらしくて、経済学者にどうしたらいいって聞いたんですよ、うん、そしたら資本移動規制をやったら敵の攻撃はこの AT フィールドで防げますからと。あの AT フィールドっていうのはね、エヴァンゲリオンに出てくるあの、そうそう、破れないバリア、こういうバリアですね、はい、でその資本移動規制をバーンってやったら AT フィールド全開みたいな、あ、全開しちゃったんですか。全開しちゃって、うん、でもそのアジア通貨危機の影響が遮断されて、で1年ぐらいそれやったら調子よくなって、徐々にその、まあ、資本移動規制を解除していって元に戻したというようなんですよ。だから外からの影響を遮断することにも、内からの影響を外に出ないように遮断することにも両方使えるんです。じゃあそんなになんかチャイナショックで中国があって時にはそんなビクビクしなくてもいい。ただ資本移動規制を完璧にやられちゃった時には、あの例えばその、まあ、向こうに工場があって利益を上げてるものの資本を完全に日本に持ってこれないみたいな影響があるので、なるほどなるほど、そういう意味ではあの、まあ、実需のレベルで貿易取引とかある人は、その企業が個別にダメージを受ける、じゃあ進出している企業はダメージがあるかもしれないってことですね。早めに引き上げた方がいいってことですね。まあそうでしょうね、まあ、ベトナムとか、まあ投資は自己責任でってことだと思うんですけどね。でもあの先生、あの今チャイナショックじゃないですけど、チャイナリスクって言葉があるじゃないですか、はい、それでどんどん引き上げてるって話をよくね、はい、あのガイアの夜明け的なところで聞くんですけど、はいはい、これは どうなんですか。これはね、あの定量的なデータはないんで何とも言えないんですけど、言えないんですけど、何人かのアナリストは言ってます、東南アジアがすごい調子いいのは、いわゆるね、チャイナが産業空洞化して、日本が産業空洞化して、チャイナってチャイナって調子良かったです。今度はチャイナが産業空洞化して東南アジア行って、それで東南アジアが調子いいんじゃないかっていうことを言ってますね。定量的にはどれぐらいやったか分かんないですよ。あ、そういう統計はないんですか。ないみたいですね、よく分かんないですけ ど、 なるほど。でもチャイナがまあ相対的に落ちて、東南アジアが今調子良 い、 いタイは下手するとバブってるぐらいの、あ、そんなに景気がいいんですか。景気が良くなって、まあ新日国ですし、ね、まあそうですね、はい、まあ、セキュリティダイヤモンドでね、アジア諸国除く 特定アジアみたいな、ね、なるほどなるほど、まあいいんじゃないかなと、仲良くできるところとね、はい、なるほど。いや、なんかそれを聞くとちょっと安心なんですけど、まあ、ただね、その資本移動規制してるからといって、あの株式市場とか為替市場は投機の部分で思惑で動くので、チャイナショックでやっぱりやばいと思えば、やっぱり一時的に株は下げたりすると思いますね。あ、日本の株価ですか、はい、思ったほど実体経済に影響ねえなって分かると、そこでまた反転するんじゃないかな、なるほどね、いうふうに思うんで、まあ、あのまだ株を買い損なってる人にはいいチャンスになるかもしれません。あ、その下げた時にですね、はい、まあ、ただ投資は自己責任で思います、はい、なるほど。これ、はい、もしですよ、いよいよチャイナショックだってなった時っていうのは、はい、もうすでに始まってるとおっしゃいましたけど、はい、まあ、一応表面上なんか成長してるように見えるじゃないですか、はい、それがいよいよ表面でもね、はい、取り繕われなくなる時って、はい、どのぐらいになるんですかね。いや、どうなんでしょうね。株価はね、単純に考えるとね、日本の株価のピークって3万8900円ぐらいじゃないですか。あ、そうですね。で、一番落ちた時7000円ぐらいでしょ、はい、5分の1以下になってるね、そうするとチャイナショックもまだ3分の1にしかなってないんで、もうちょっといけんじゃねえ、
まだ頑張れんじゃねみたいな。じゃあ1500ぐらいとか。そうですね。あとは直近のトレンドで言うと、南米の株価相当落ちてて、ブラジル 25% ぐらい落ちたんですよ。え、そうなんですか。はい、なんでですか。やっぱね、あのアメリカがね、あの量的緩和をやめるんじゃないかっていう思惑で、資金管理が起こってて、でいわゆるこう新興国から、まあ、投資を引き上げる動きがあるんで、はい、ああいう、こう、まあ、ブラジルみたいな国とか、ちょっとその、東南アジアもだからちょっとやばいかもしれないんで、日本もそしろ出てった方がいいんですよ、東南アジア。そうですか。はい、あのいわゆる法銀がリスクを取って、まあ、かつてのバブルの頃のように、ガンガン向こうにしてるんで、まあ、実は今やってるんですよ、思いっきり、ね、あ、そうなんですか。思いっきりそのヨーロッパの金融機関が撤退した穴を埋めてて、今度アメリカが撤退する穴をこの日本が埋めちゃう。それは日本の大手の銀行ですか。そうですね。三菱東京とか。そうですね。ああいうところがガンガン東南アジアで、目がある。知らなかった。あれはすごくいいことで、それはね、あの出てく方にとっても助かるんですよ。あの誰か書いているってことだから。そういうふうにしてこううまくね、銭勘定のところでやっていけば、その、まあね、アメリカは確かにね、こう日本にいろいろ面倒くせえちょっかい出してくるんですけど、銭勘定のところでやっぱりね、どっかで妥協しなきゃいけないですから、向こうもね。だそれをやっていくのがいいと思うんですね。イデオロギー的に相手を納得させて、日本のために頑張りますなんて言わせるのは難しいんですけど、こうすると得、そうそう、こうすると得なんだけど、君らどうするって言ったらお願いしますってなるかもしれないんで、そういうのをやった方がいいと思うんですよね。だそういうの積み上げていったら、最終的にはやっぱり日本と付き合ってるのが得だなって思って、もうや、もうあの東京裁判所から辞めますと言ってくれる日も来るかもしれない、300年後ぐらいに。300年後。でも中国とアメリカもね、なんか軍事演習したりとか。米中蜜月。米中蜜月。あれは出た。米中蜜月。米中蜜月はね、あれはね、人民日報。人民日報がね、あのしきりに世界に信じさせたい嘘ナンバーワンです。そうですか。はい。人民日報と加藤義和さんが、世界に広めたい嘘ナンバーワン。留学生、留学生のね。米中蜜月、いいですね、良かったですね。よかった。素晴らしい。加藤君なんか8時間も会談やったんだって。すごいですね。よっぽど揉め事多かったんでしょうね。だ日本なんか45分やっただけで共同宣言出て、ね、で貿易交渉で例外がないなんてことはありませんなんて言わしちゃったわけですよ。尖閣諸島をどうするかって中国とアメリカで話し合ったとかっていうあれは。ああ、だから尖閣諸島に上陸させてくださいって言ったらオバマが嫌だっつって終わったらしいですよね。でその後習近平がひたすら原稿を読むのをオバマがまだこいつ読んでんのみたいな感じでまだみたいな感じで聞いてて、そんで終わったらすぐに安倍さん電話してきて、もうあいつ本当最悪なんだよっていう話をしたと青山茂春さんがこの間あのアンカーという番組でバラしていたんですが、本当か嘘かは分かりません。ニュースソース、ニュースソースは青山さん。チャンネル登録もよろしくお願いします。